アロハチャチンこと佐野千秋です。今日は冷蔵庫の中身をめちゃくちゃ詳しく紹介していこうと思います。では冷蔵庫オープン、まあ、こんな感じで物が結構入ってます。扉の方の、ね、一番上は卵が入ってます。そしてポッカレモンね、これね間違えて買ったから2つあるこれがねヤクルト、旦那がねお腹が緩いので常にヤクルトはあります。このねポケットになんか紅生姜とか胡椒とかをね入れたりしてるんだけど、今はストックがありません。2段目はこのポケットのとこに新ニンニクと生姜がチューブのやつが入ってて、ここにわさびで、からしもあったんだけどからしはあまり使わなかったので今は買ってないです。このチーズはねこの100円ショップのチーズ入れを使ってチーズを保管してます。で奥にはここは食卓で使う醤油、スプレータイプの醤油と普通にこうやってやる醤油、これはホワイトニングですね。ホワイトニングがここにあってぐちょぐちょしてる。ここにねチョコ系のプロテインは冷やした方が美味しいかなと思って冷やしてやる。でここにチーズ、何これ特製わさびポン酢、絶対これ賞味期限切れてる、やばいやばい、2021年のやつだったでこれがねコタさんのおやつ、そうだからこれが入ってるからもらえると思ってるから冷蔵庫開けてると、あげませんあげません。3段目ここに飲み物系が入ってますね。ここにねいつも麦茶をストックしてるんですけど今洗ってるからなくて、アクエリ、赤ワインとジンジャーエールのキティが好きなので赤ワインは割と常備されております。でここにめんつゆで、ここにケチャップとマヨネーズ、これね明太ケチャップ明太マヨネーズなんだけどね絶対賞味期限切れてんだよね。はい2021年、ポイしましょう一個一個ねこうやってあるんだけどあんまり使ってない。これこうやって倒れるやつをここにこうやってやると倒れなくなるよって感じなんだけど全部自立してた次はこちらの、ペタちゃんご飯はあげないよ。ここね納豆、まあ、旦那が夜勤だったので私がいなくてもご飯が食べれるように納豆買っておきました。でこれがチーズだね。そうチーズ冷凍しようって思って忘れて冷蔵してる、大丈夫かな豆乳です。そう豆乳は生理直前と生理後に飲みたいなと思ってるから1リットルいつも置いてあるかも。でここねこんにゃくとかチーズとかが入ってます。2段目、これね業務スーパーで40円ぐらいで買ったカニカマ、今日ご飯で使おうと思ってるで作ったなんだろうきんぴらとかえのきにらっていうなんかご飯のお供副菜みたいな感じなのをこうタッパーに入れてこう作った日付と題名書いてこうやって冷蔵してあります。で一番下は買ってきたベーコンとかここに入らなかった野菜とかを置いたりして、ここ基本的に飲み物を置くようにしてます。これ大葉、これはね100均の容器で大葉の根元だけ水をつけてるはずなんだけど倒れて全然いろんなとこについてる。でもこれやった方が持ちがいいと思う。で野菜室、もうね野菜がいっぱいね、ここにある野菜からねどれって何作ろうかなって献立考えるのが好き。でこのね緑の袋、これ100均で買ったんだけど緑の袋はなんか入れとくと持ちが良くなるらしいので入れております。でも餅本当に良くなった気がする、ね。まあ、基本的になんかと何にでも使えるしめじ、えのき、まいたけとか長ネギ、キャベツ、レタス、人参とかは結構買ってる、こんな感じです。でここ本当はお肉なんだけど、はい、私は牛乳が入ってます。
はい、牛乳は冷蔵庫に絶対3本は入れておきたいタイプ。めっちゃ飲むから。はい、冷凍庫はこんな感じで4段に分かれてます。はい、かわいいね。はいはい、冷蔵庫の紹介をさせてください、猫さん。で、一番上が、まあ、こうやって氷作ってたりして、あともうほんとバターとか生姜薄切り、にんにくみじん切り、もう生姜とね、にんにくはね、みじん切りして冷凍しとくとね、めちゃくちゃ時短になるし楽だなっていうのを感じて、こういう風にみじん切りになりました。で、絶対私の家で常備されてる冷凍物、油揚げ。もうね、すぐ味噌汁に油揚げ入れちゃうから私で、これね、あれ、これお正月についた餅なんだけど大丈夫かな、これカビじゃない、これおや、ダメかな、やばいかなぽいだな。2段目は基本的に鶏肉、私は味付けをせずに切ってグラム測って冷凍するタイプです。こうブロッコリー、これ炭は茹でてあるよってことね。枝豆、鮭、なんとなくここが鶏肉と野菜みたいな感じで、ここが豚肉とご飯と味噌。このオレンジのやつが私用のご飯で、この白いやつが旦那用のご飯で、お味噌はね、この上のね、ペラってしたやつを取ってラップして冷蔵か冷凍した方がいいんだって。で、豚肉も豚こまとか豚バラが一番使うから、豚肉とめっちゃある、全部豚こま。3段目はね、ちょっと前もね少し見せたんですけど、汚いそう、下はね基本的にアイスと氷、基本的にね、ここはね整理整頓されてない、性格が出てる。ここはアイスなので旦那がよく開ける、私はこことここを料理の時に開けるからここにはあんまり触れてない、はい、今日はね冷蔵庫と冷凍庫の紹介をいたしました。もうね、右手とね左手でね、色分かるかな、こっちだけさ今冷凍庫ガシャ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 触ってたからめっちゃ冷たいあんまり整理整頓はされてないけど、まあ、自分の使いやすいように冷凍庫の中身も冷凍庫の中身も使ってるので、バターはね、ほんとね、おーいおーいいや、バターはね、本当にね、冷凍した方がいいらしいです。なんか封を開けた瞬間から美味しさが損なわれちゃうらしいから、一回一回使う分量に切ってすぐラップして冷凍した方がいいんだって。ぜひ皆様もやってみてください。小田さん、おやつがもらえなくて怒っております今日は私の冷蔵庫の紹介を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。